トーマスさんから、トマスさんから、トーマスさんから、九百四十九年十二月二十一日九百八十七年十月十五日、あるいはトーマスさんからは、オートボルタ、ゲンブルギナファソの、第五代大,大統領、在任、九百八十三年八月四日九百八十七年十月十五日、三十七歳で暗殺された劇的な生涯とその、革命的な理念から、 アフリカのチェゲバラとも呼ばれた。3からの大統領在任中には、貧困と腐敗の一層、教育と社会保障制度の改善、砂漠の緑化事業などを主な政策として発展途上国から脱却することを意図した、計画経済的かつ社会主義的なプロジェクトを実践し、国民から多くの支持を得ることに成功した。政府の中枢に多くの女性を起用し、 また、ブルキナファソの国家、ある人世の作詞、ギタリストとしての才能、スポーツマンとしての姿、オートバイに対する深い造形があることでも知られている。1949年に、フランス領西アフリカ、オートボルタのヤコ付近の村にいて、フラニ人の父とモシジンの母の間に長男として生まれた。少年時代は、カトリック教会に熱心に通う傍ら、 家庭教育と小学校での体験を経て、フランス植民地主義への対抗姿勢を抱いた。当初医者を志していたが、経済的理由から士官学校に入学し、在学中にマルクス主義の影響を受けた。1970年から1972年まで、マダガスカルの軍事学校へ留学している。1974年に、隣のマリ共和国との間で、 オートボルタ北部国境をめぐる紛争が勃発すると、その中で頭角を表し、また、同時期に名優となる、ブレイズ・コンパ・オレと出会っている。紛争後、オートボルタ南部のポニテラッカさ山部隊に所属し、その傍らで、軍内高級将校を批判する政治活動を始めた。1980年に、クーデターでゼルボ政権が成立すると1981年9月に、 情報部長官に任命されたが、1982年5月には職を辞している。1982年11月のクーデター後、民衆のサンから任期を背景に1983年1月に首相に任命された。首相となったサンからにはアフリカの名手を目指していたリビアのカダフィ大佐が接近し、サンからもこれに応じてリビア、キューバ、アルジェリア、ガーナ、 ベナンなど社会主義国との接近を図った。1983年5月に政府から拘禁されたが、この事件はフランスのミッテラン大統領の意向を受けたものだと民衆には受け止められ、同年7月に自らの同志であるブレイズ・コンパオレが組織したクーデターによって、ウエドラオゴ大統領は辞任1983年8月4日に33歳の若さで、 第5代オートボルタ共和国大統領に就任した。クーデターは当時、チャドにおいて、フランスと海戦寸前の状態にあった、リビアの指示を受けた。クーデターから2ヶ月後の1983年10月2日に、3からは、姿政方針演説、DOP を発表し、革命の理念として、女性の解放、軍隊の社会改良における役割、地方文献化などが示され、 革命防衛委員会によって DOP の国内への浸透が図られた。イゴさんからは自身を革命家であるとみなし、ガーナのクワメ・エンクルマとカーボベルデのアミルカルカブラルから理論的な影響を受けて、社会民主主義、革命的民主主義の立場から帝国主義、侵植民地主義の打倒を掲げた。また、オートボルタ社会を人民と人民の敵に区分し、 前者に分類された労働者、農民の立場から、後者に分類されたブルジョアジー、伝統的主張、イスラームのマラブー、聖人ら従来の政治エリートから特権を奪取しようとした。その政治スタイルは、キューバのフィデル・カストロやガーナのジェリー・ローリングスから、多大な影響を受けていた。大統領就任の1年後の1984年には、 国名をオートボルタからブルキナファーソに変更し、新しい国旗も取り入れ、自ら国家も作詞した。三から体制下では、人民の敵とみなされたエリート層への抑圧が進む。一方、スポーツの奨励、女性の地位向上、教育と福祉の拡充が掲げられ、識字運動、予防接種の普及、売春の撲滅、鉄道施設などに政策の重点が置かれた。 特に女性政策では、西アフリカでは、初となる女子活例の禁止を打ち出し、一夫多再生を禁止して、否認を奨励した。また、アフリカでは、最初に大統領として、アフリカが最大のエイズ蔓延地域であることを公式に認めた。他方、外交においては、ソ連とは一定の距離を保ちつつも、人民民主主義体制を敷くキューバ、モザンビーク人民共和国、 アンゴラ人民共和国、北朝鮮などの、第三世界の左翼国家との友好関係を打ち出し、ニカラグアのサンディニスタ民族解放戦線、FSLN、南アフリカ共和国のアフリカ民族会議、ANC、ナミビアの南西アフリカ人民機構、スワポなど、民族解放運動を支持した。他方、サンカラ政権の急進的な左傾化により、旧宗主国フランスのミッテラン政権や、 フランスと友好関係にあったコートジボワールのウフェイコール・ボワニ政権及び領土問題を抱えていたマリ共和国と関係は緊張が続いたがガーナのローリングス政権、ガボンのオマール・ボンゴオンディンバ政権、ベナン人民共和国などとは良好な関係を保ち続けた。3からは民主主義を掲げつつも実際には権力の個人集中と軍部依存が進み、 革命体制の組織化には失敗したが、国連総会のために訪れたニューヨークのハーレム地区で演説するなどの行動から、州からはカリスマ的に慕われ続けた。1983年のクーデター直後から、側近のコンパオレとは微妙な対立が続いており、1987年10月15日にコンパオレが起としたクーデターによって、首都のワガドゥグルで死亡した。 サンからの死後、大統領となった、コンパ俺は、サンから路線を修正して、複数正当性を打ち出したが、死後20年を経た後も、サンからの高潔な生涯と、彼の掲げた理念は、ブルキナファソの人々に敬愛保ちながら記憶されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。